中年オタッキーです。今日はね、ズボラ様にいただいた、このカメラのねレンズを分解してたんですけど、これね、こんなね、ワンテンの一眼レフカメラなんですけど、ワンテンの一眼レフカメラなのにね、レンズ10分10枚というとんでもない贅沢なものが入ってるんですね。で、5枚までは分解できるんですけど、そこから先の分解がよくわからないというね。もし情報をね、知っている方がいらっしゃいましたらね、どこから分解するんだよねっていうのは教えていただけると思います。後ろ玉が分解できなくて困ってます。情報を求むというんですね。はい、で今日の動画というのがこれになりますね。はい、これです。このカメラの紹介になってます。これマミヤのメトラ2なんですかね。わかんない。というわけで紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのマミヤのメトラ2になると思うんですけどね。去年の年末ぐらいにね、ヤフーコング別名桃色山梨さんより、提供していただいたカメラになります。本当にありがとうございます。でね、その提供していただいた直前ぐらいにね、マミヤオートメトラっていうね、タミヤさんの名前が書いてあるやつですけども、紹介したんですけど、あれがメトラ1だったみたいでね、ちょっとこの辺のマミヤのカメラ非常にわかりにくいです。で、自動的にね、その露出のね、決定をしてくれるというか、設定をしてくれるのがオートメトラで、これどっちも絞りとシャッタースピードが独立してるやつがメトラみたいですね。で、メトラ1は、ファインダーの中にミラーとかいろいろなプリズムが入ってるんですけども、これは、2はね、プリズムが入ってない簡易版になってですね、その代わり簡易版の方がね、ファインダーの見えがいいんですね。この、オートメトラってね、タミヤさんの名前が入った、紹介した時に、ファインダーのね、状態が悪くて、もう、とにかくピント合わせができなかったって言ってますけど、これはね、なんですけど、20像はちょっと薄めでピント合わせにくいことは合わせにくいんですけど、まあ合わせれます。綺麗、もう本当にクリアなファインダーでね、レンジファインダーだし明るいファインダーで合わせやすいです。でね、発売がね1958年か59年か、まあそのぐらいだと思うんですけど、定かではありませんし、値段もねちょっと調べたぐらいでは出てきませんでした。でね、露出計を装備しておりまして、セレン公式の露出計で、上部にね、ある指針で、露出を見るわけなんですけども、まあ、フルマニュアル撮影のカメラになります。シャッタースピードがね、シャッターは成功者のね、MXL というね、シャッターがついてまして、シャッタースピードはね、バルブ1秒、2秒、5秒、最終的には500分の1秒が最速。絞りがね、F1.9 から最小絞りが16ですね。マミヤセコール FC、48mm の F1.9 というレンズがついてます。で、シャッターオンはね、非常に小さいんですね。巻き上げ音のが大きいぐらいです。でもね、前回のそのね、メトラ1の時もね、言いましたけど、この加工がとにかく素晴らしく美しいカメラになります。ほんと綺麗なんですよね、これね。マミヤはね、35mm フィルムカメラは今一つね、売り上げ伸びなかったんですけども、十分ね、仕上がりがいいものになってます。フィルム室を開けるとこんな感じです。まあ、お金かけて作ってあるのがね、一目瞭然にわかると思いますね。こんな感じでね、もう感触も非常に上質です。本当にね、いいカメラなんだと思いますね。結構したんじゃないかな。値段にたどり着けなかったのが非常に残念ですがね。でね、このね、フィルターもね、つけていただいたんですけどもね、これ純正のフィルターなのかな、
いや、健康フィルターですね。健康の SL フィルターというフィルターで、まあ撮影時はちょっと外してたんですけどもね、あのレンズの状態はご覧のように非常に秀逸なもので、綺麗なものでした。シャッターもね、粘りも何にもなくてね、あの正常に動作、しておりましたね。で、このカメラ、まあ、マミヤといえばね、中盤がね、有名なんですけども、35mm ほとんど売れてないっていうかね、もう、早々に撤退してるんですけどね、このマミヤのね、35mm カメラがどんな、絵が出るのかということで、今回ね、モノクロのケントメア 400A を装填して試写してまいりました。で、ここからはね、作例を紹介していきます。はい、作例なんですけどもね、シャッター速度がやはりちょっと古いカメラということで若干遅めなのかな。ちょっとね、中間色的な仕上がりが多くなってしまいました。でね、まあ映りはね、本当に順光ではね、もう申し分ない、シャープな映りになっておりますね。まあ、このように強い光が入ってくるとやや崩れます。光がね、当たっているものの周りがね、崩れるような絵になりますね。もう全体的に映りがいいのはもうわかると思います。これはね、あの晴れ切りして撮りましたんで無事に映っておりますが、多分レンズに直撃、光が直撃してるとね、もうフレアでブワッと広がったとは思いますね。このようにね、水面の光がね、ちょっとフレアが出てるの分かりますね。こういう反射光でもフレアが出る。逆光には弱いレンズと、考えられます。これを見れば分かりますけどね、あの、橋桁のところがね、コントラストが崩れているのがよく分かると思います。おおむねね、その逆光には耐えられないが、順光では非常に味のあるレンズ。ということが言えると思いますが、どうでしょう。ケントメア400ってそんなに快調とか床豊かじゃない、フィルムなんですけどもね、十分にね、いい感じに撮影することができました。このカメラなんで、このレンズなんですけどね、さすがのマミヤさんということで、まあ古いレンズですからね、コーティングとかはね、満足なものがないとは思いますんで、まあ逆光に弱いとかね、そのフレアが出るとかいうのはね、まあ仕方がないとは思います。まあ、この辺はね、もうオールドカメラ、オールドレンズの味として捉える撮り方でいいんじゃないでしょうかね。もうそれよりもね、このカメラをね、あの所有する、使うっていうね、価値はね、やっぱりこう見た目だと思いますね。もうね、もう見てるだけで、触ってるだけでワクワクする、この金属感、高級感、素晴らしいものだと思いますね。状態がいいものだとね、相当所有満足度が高いと思いますし、もう見て眺めてね、触ってるだけ、でも満足できそうなカメラですけど、写りも良いのでね、ぜひ撮影旅行とかね、撮影機構に、連れて行ってあげるべきなカメラだと思いますね。素晴らしいカメラだと思います。はい、今回のね、カメラ紹介はこんな感じになっていきます。レンジファインダーカメラね、使ったことがないっていう人はもうかなり結構いるとは思うんですけどもね、まあ確かにちょっと難しいものはあります。オートが使えなかったりとかね、そのパララックス補正通りにとってもやはり構図が狂うとか、まあその辺はあるんですけども、まあレンジファインダーカメラの撮り方ってコツなのはやっぱりちょっと余裕めの構図で撮って後で調整するね、トリミングとかで、そういう撮り方もいいでしょうし、まああの、やや絞って撮ってピンボケをしにくいようにするとか、まあそういうコツもあるでしょうね。まあカメラ、その、綺麗に映れば、カメラの、綺麗に映るのがカメラの価値っていうことも考えれますけど、このようにね、所有満足度だけでもね、十分カメラの価値、あると思いますし、なお、かつね、その、順光であればね、非常に秀逸な映りをするレンズですので、このカメラね、所有する値打ちは十分にあるんだと思います。問題は、球数が少ないことですね。マミヤメトラ2ってね、1958年、59年に発売されたことで、1と2でも1年しか経ってないんですよね。で、ただでさえ、その、モデルチェンジのサイクルが早い上に、その、マミヤのカメラ、35mm カメラ、あまり売れなかったということで、球数は相当厳しいと思います。まあ、そんなわけでね、状態のいいものを見つけたら、即ゲットっていう感じでいいんじゃないかなと思いますね。で、このマミヤのね、その 35mm カメラ、あまり人気がないんで、そんなに高くは上がらないと思いますし、
まあオートメトラもあるんですけど、オートメトラに比べればメトラの方が、メンテナンスが簡易なんで、僕はオートメトラよりはメトラの方をおすすめするかな。まあそんな感じですね。マミヤの、レンジファインダーカメラ 35mm カメラね、チャンスがあればぜひ、使ってみてはいかがでしょうということですね。はい、今日のカメラ紹介はここまで。ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはね、ヒデさんさんですね。今年は雪が多いです。そこで冬らしい投稿2枚、カメラクラッセダブル、レンズスーパー富士の EBC28mmF2.8、 フィルムイルフォで XP2、コントラストを出したくてマイナス2補正しました。1枚目は冬のモンスター、2枚目は冬の並木です、ということですね。で写真なんですけどもね、XP2 スーパーはね、コントラスト出にくいんですけどもね、1枚目成功してね、見事にコントラストが出ておりますね。で2枚目の方はね、やっぱり光がないということで中間色になってしまっているようです。どうしてもね、その XP2 スーパーは、C41 現像の、ちょっと柔らかめの階調が特徴のフィルムなので、コントラストを出したかったら、やはりね、まあ、言ったら T-MAX だとか、なんだっけ、TX400 ね、トライ X とか、まあ、そういうね、コントラストが狙えるフィルムを、で撮るのがおすすめになりますね。まあ、現像に時間がかかってしまうのがちょっと難点なんですけどね、XP2 だったら、C41 現像なんで、街ラボで現像できるんで、そこはあるんですけどもね、こだわればやはり、ほんまもんのモノクロフィルムかなということですね。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次がね、有坂さんから2枚ですね。オタッキーさん、こんにちは。ローライ B35 の初めての撮影の現像が上がってきたので投稿します。商店街を何も考えずにスナップしてきました。フィルムはビーナス800です。1枚目のタイトルが郵便受け、2枚目が風情のある店ということですね。でお願いします。1枚目からなんですけどもね、まあ、郵便ポストが映っておりますが、これ若干露出はアンダーですね。ヴィーナス800ということで、もう期限切れなのかな、まだ期限いけるやつあると思うんですけど、ちょっとアンダーかな。で2枚目なんですけども、2枚目はね、まあまあの調子で撮れておりますが、やはりほんのりアンダーに映っておりますね。まあローライ35、B35 ということで、ちょっとアンダーに撮れるような気がしますね。まあカラーネガなんでね、ややオーバー気味で撮った方が綺麗に映るということも考えておいた方がいいかもしれないですね。次の試写、はちょっと考えてから撮った方がいいかもしれないですね。はい、有坂さん、ありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんから2枚かな。1枚目がね、前浜の朝、富士カス ST801 SMC タクマ 17mmF4 使用、富士プロビア100ということですね。近所の浜が朝散歩の時の様子ですけど、2枚目が屋根の向こうは日本海、ツアイスイコンタ520-2、フィルムは富士プロビア100ということですね。どっちだこれ、どっちだ。というわけで、まあ、1枚目から紹介していくんですけどもね、17mm のね、タクマ。これはなかなか希少なレンズでね、17mm のね、その周差が出ておりますね。海とね、その、右側の丘のね、広がり方、で、空の広がり方、非常に印象的な写真になっておりますね。2枚目の方はね、もう色がね、バリバリに出てますね、これ。プロビア100ということでね、青が強く、より強く出るということですけど、赤も結構これ出てますね。
白もね非常にいい色で写っておりまして、印象的な写真になっております。やっぱリバーサルいいですね。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。次がね一都市九さんから2枚、今日モノクロですね。1枚目がね白赤レ、ニコン F フォトミック AI50mmF1.2S バビロン13で撮影されておりますね。2枚目が新築、タイトルは新築ニコン F フォトミック AI50mmF1.2S バビロン13は変わらずということですね。で1枚目からいきますけど、やはりバビロン13、超ハイコントラストで超微粒子、いい感じで撮れておりますが、まあ、鳥のね小鳥の写真は本当難しいですよね。で 50mm で撮るのはなかなかだと思います。どうしても上からになっちゃいますよね。で2枚目なんですけどね、面白い形状の形、これ工場かなんかですかね、建物が映っております。ちょっと流浄感は出てる、空の辺りに流浄感は出てますが、とにかくシャープに、映っておりますね。バビロン13やはり面白いフィルムですね。お金を払う価値はあると思います。はい、一都市九さんありがとうございます。次が 1,2,3,4 キャラブキさんでいいのかな。はじめましてこんにちは、メッセージ失礼します。最近フィルムカメラにハマっている21歳、調理師をやっているものです。いつも中年オタキさんの動画を楽しく拝見しております。今回2枚の写真を投稿させていただきます。1枚目、蜜を避けて蜜を吸う、ニコン F501 AF ニコル35105 F3.5 から 4.5 富士スペリアプレミアム400。中年オタキさんの動画を見て初めて買ったフィルムカメラで撮影しました。諸事情により手放してしまいましたが、また入手したいと思ってます。写真中央のミツバチを撮りましたというですね。2枚目、綺麗な桜独り占め、ニコマート FT、AI ニコール 50mmF2 富士スペリアプレミアム400。田舎道をドライブしていたら偶然見つけた桜です。人通りは全くなかったので独り占めでしたということですね。いや写真なんですけどもね、1枚目はねミツバチを撮ったということなんですけどもね、ややオーバー気味ではありますが、見事に撮っておりますね。もうちょっと長いレンズが欲しかったところですけど、これねトリミングでもいいんじゃないかな。トリミングでも十分だと思います。でただ絞りはちょっと、もうちょっと絞った方が良かったですね。で2枚目なんですけど、2枚目の方はもう文句なしですね。桜と青空、まあ欲を言えば PL フィルターが欲しかったところですけどね、田舎道にね咲く、これソメイヨシノの古木かな、いい感じに映っておりますね。はい、キャラブキさんありがとうございます。こんな感じかな。1,2,3,4,5名、今日はここまでになりますね。ちょっとね待機者がものすごいことになっておりまして、動画を増やして対応しようと考えてるんですけども、動画も増やすのもなかなか難しくてね、撮影時間とか、週4本ライブも含めて週4本行くかっていう感じなんですけども、元ネタがねちょっとね、足りなくなってしまうので難しいところではあります。できるだけ頑張ってね動画作ってね、皆さんの写真を紹介していこうと思ってますんで、また投稿よろしくお願いしますね。はい、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですね。俺のカメラのコーナーもちょっと投稿が、滞っておりますので、今日も2名紹介しますね。まずトップバット、侍ジャパンさんの俺のカメラ。なかなか撮りに行けないので部屋撮りばかりになっちゃってますけど、まあ冬ね厳しいからしょうがないですけどね。俺のカメラに恥ずかしながらアップです。恥ずかしいですか？見ての通りオリンパストリップ35です。天気も悪い日が続き、車欲がそがれっぱなしの日々ですということですけど、可愛らしいうちはこれトトロなのかな？ちょっと違うかな？の上に乗っかってるトリップ35、もうむちゃくちゃに状態がいいトリップですね。これね。侍ジャパンさん、なかなかのトリップ使いでね、私もちょっと参考にさせてもらってるんですけどもね、まあ、トリップ映りがいいしね、まあ、この簡単なカメラで驚異的な映りをするカメラということでね、虜になるのもわかりますね。はい、侍ジャパンさん、ありがとうございます。次はね、キアリナさんからですね、これ初投稿になりますね、いつも動画を楽しみに拝見させていただいております。
今回は俺のカメラに投稿します。ミノルタのレンズシャッター機を複数種所有しておりますが、一番愛着を感じているのがミノルタ AL です。昨年の夏にメルカリで2900円で購入しました。シャッターは OK で露出系も動くということで購入したものの、露出系はシャッターと絞りのリングを操作しても全く反応せず、挙句の果てにはレンズ後玉にクレーター状の大傷があり、すっかり手入れをする気がなくしてしまいました。それから数ヶ月経ったある日、ツイトマから AS と AL をお譲りします DM があり、譲っていただいてから一気に分解整備作業が進みました。途中露出系が断線で動かないとかありましたけど、無事に AL を仕上げることができとても満足していますということですね。ユニバーサルスタジオジェットコースターはハリウッドドリームザライドをバックに1枚という1000分の1の高速シャッターでジェットコースターのスピードのコラボレーションのつもりで撮りました。しかしこの日は大阪でも雪が降るぐらいの寒波襲来で、あっという間に手がかじかんでしまって即退散ということですね。初めての試写は近くの公園で撮影し、キリッとした写りでとても満足いくものでした。ミノルタのレンズシャッター機は10台以上所有していますが、その中でもエールは苦労した分とても愛着が湧いています。これからもいろいろな場所にこのエールを連れていきたいと思いますということですね。いや、なかなかのカメラ愛を感じますね。1枚目の、ね、写真もね、非常に、シャッターチャンスをドバーンとね、得てるものですが、まあ、確かに寒さね、今年の寒さは本当にすごかったですね。大阪でもね、一瞬のうちに手がかじかむというのはよくわかります。もうトラックの運転手してるんでね、とにかく今年はね、中央道とか北陸道がね、もうとにかく雪が降って降ってということで、もう北陸道なんか何回通行止めになったかっていう感じで、今年の冬は本当に寒かったですね。まあ、その冬もね、間もなく終わりということでね、春の足音が聞こえておりますね。まあ、河津桜がね、各地で咲き始めております。北海道とか東北は全然まだなんでしょうけど、で、河津桜はね、ピンクが強いんでね、ちょっと梅っぽく見えてしまうこともありますが、まあ、撮影するね、被写体にはね、すごくいいと思います。ずいぶん前にね、桜の撮り方っていうね、動画をアップしましたけどね、まあ、考え方は変わってません。やはり、桜だけ撮るよりは、桜と何かを絡めたいところですね。その辺を狙っていけば非常に印象的な写真が撮れるのではないかと思います。あとね、もう光、とにかく光がなかったら夜桜ぐらいのね、感覚でいかないと、桜とね、やっぱね、曇りの日っていうのはね、やっぱ良くないと思いますので、撮影する条件を、しっかりね、特にフィルム撮影の場合だったらもったいないですがね、フィルムがね。まあそんなわけでね、桜の写真ね、僕もね、今年どのぐらい撮れるかわかんないですけども、狙っていこうと思います。ようやくカラーフィルムがね、動き出しますね。いただいたカラーフィルムもいろいろとありますし、もう詰めっぱなしでね、全然動いてないんで、そろそろね、桜バンバン咲いて、欲しいところです。まあ花、普通の花でもいいんですけどね。まあ今日の動画はね、こんな感じになります。先日ね、まあバイクチャンネルを始めましたということで、バイクチャンネルの動画はまだアップしてないんですけど、まだ見に行ってない方は、ぜひぜひ、この説明欄にね、リンクを貼っておきますのでね、また見に行っていただければと思います。まあ、まだ自己紹介の動画だけなんでね、こんなに宣伝してもしょうがないんですけど、まあ、バイクのね、まあ、いろいろ考えてるんですけどもね、まあ、カメラチャンネルと同じでね、俺のバイクのコーナー、やったやっちまったのコーナーはやっていこうかなと思いますね。やったやっちまったはね、面白いバイクをゲットしたというのもあれば、クラッシュしてパーにしたとかいうのも、まあ、ありでしょうけどね、昔の写真でも何でもいいんでね、そのバイクコーナーにね、バイクの写真とか投稿していけばというね、面白い考えだと思ってますね。はい、どちらのチャンネルもね、盛り上げていってね、皆さんにね、会いに行けるようになるのをね、目指しております。ご応援の方よろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じですね。高評価、コメントの方、どしどしお願いします。コメントだいぶ追いつきましたよ。一日暇だったんでね。だいぶ追いつきましたがね、まだまだね、上に乗っかっていてますけど。まあ、コメントは基本的に全部返すつもりでいますので、コメントの方よろしくお願いします。あと、高評価はね、ポチッと押すだけなんで、まあ、ぜひぜひコメント、高評価お願いしますね。で、チャンネル登録なんですけどね、どちらのチャンネルもね、激増しております。まだまだチャンネル登録、増やそうと思っておりますので、お気が向きましたら、チャンネル登録お願いします。あと、ゲリラライブ非常に多くなっておりますので、カメラチャンネルの方はね、
通知をオンで、登録くださいね。で、バイクチャンネルの方もね、動画アップの頻度が非常に少なくなりますので、通知オンで、チャンネル登録していただければ嬉しく思います。はい、今日の動画はこんな感じ。次回の動画なんですけど、ちょっと出すの忘れてた。ミノルタ XD の試写が上がってきております。ミノルタ XD の動画になると思います。今週アップできるかな？ちょっと無理かな？まあちょっとわかんないんですけどもね。次の動画までお待ちください。それではまたごきげんよう。さよなら。最後まで見ていただきありがとうございました。